皆さん、こんにちは。改善ベースです。この講座は、生産革新のための5S 基礎講座、第3章、5S の効果についてです。5S が徹底されている職場と、そうでない職場では、職場レベルに大きな差が発生します。5S は、安全、品質、生産性と、どのような関係があるのか、学習していきましょう。講義の始めに、あなたに質問です。5S はなぜ必要なのでしょうか？自信を持って答えられますか？次の問いを考えてみましょう。1から5の中で、5S の効果として当てはまるものはどれでしょうか？当てはまるものをすべて選んでください。1、5S が徹底された職場は、災害が少ない。2、5S が徹底された職場は、生産性が高く、ロスが少ない。3、5S が行き届いた職場は、クレームが少ない。4、5S が徹底された職場は、社員のまとまりがある。5、5S が行き届いた職場は、社員の充実度が高い。5秒間考えてください。正解は、すべて当てはまる、でした。意外でしたか？予想通りでしたか？今回の講義は、5S と安全、品質、生産性が、どのように関係しているのかについて重点的に説明していきます。では、早速学習を始めましょう。第3章では、5S 不足により発生する各種の無駄、5S と安全の関係、5S と品質の関係、5S と生産性の関係、第3章まとめの順で学習を行います。まずは、5S 不足により発生する各種の無駄についてです。5S 不足により、次のような無駄が発生してきます。それは、探す無駄、運搬・移動の無駄、出待ちの無駄、在庫の無駄、仕事自体の無駄、不良、ミスの無駄、聞く、聞かれる無駄、などです。これらの無駄は、整理、整頓、清掃、清潔、しつけのどれが不足しても発生してきます。例えば、整理が不足すると、探す無駄が発生するのは当然ですが、どこにあるのかを聞いたり聞かれたりする無駄が発生します。また、管理の仕組みができていないなどの清潔不足では、本来不要な作業をやっているというような、仕事自体の無駄が発生します。このように、5S 不足により、あらゆる無駄に直結するのです。そして、これらの無駄を徹底的に排除することにより、コスト低減、生産性向上、不良低減、故障低減、安全性、安心向上、意欲向上、顧客評価向上、次世代人材育成につながっていくのです。続いて、5S と安全の関係についてです。あなたもお分かりのように、5S 不足は、事故や災害に直結します。例えば、油漏れや水漏れにより、滑って怪我をすることにつながってしまいます。切り子や粉塵が飛散することで、目に入って災害になることがあります。素手で触れてはいけないものがすぐそばに置いてあることで、やけど、怪我につながります。清掃しにくい設備の中を清掃することで、角に頭をぶつけて怪我をしてしまうかもしれません。火器がある場所で油漏れが発生することで、工場火災のリスクが生まれます。粉塵や油煙により、環境汚染、公害につながります。このように、5S 不足の状態は、事故、災害のリスクを持っているのと同じことなのです。なお、5S を徹底して進めている職場では、あえて安全注意と言わなくとも、怪我や災害が減っていく傾向にあります。つまり、安全の土台は 5S の徹底なのです。続いて、
コエスト品質の関係についてです。安全と同様に、品質もゴエスと密接な関係があります。例えば、電子・精密機器部品では、ゴミ、ホコリ、髪の毛などが製品不良の元になります。食品業界では、ゴミ、ホコリ、髪の毛が顧客クレームに直結します。また、一つのルール違反が会社を揺るがす大問題に発展することがあります。加工工程では、切り子やバリなどにより加工精度を落とすことにつながります。組み立て工程では、落下部品の拾い込みや、異種部品組み立て、誤品出荷などが発生します。このように、決めたことを決めた通りに実施しなかったなど、ゴエスをおろそかにしたことで発生した不良、損失は、過去に数えきれません。たかがゴエスと思ってしまい、ルールをおろそかにしたことで、会社自体が傾いた事例は、枚挙にいとまがありません。あなたの会社では、このような大問題が発生するリスクが潜んでいないか、日々意識して職場を観察するようにしていきましょう。続いて、ゴエスと生産性の関係についてです。当然のことながら、ゴエスは生産性・効率にも直結します。ではここで整理整頓の徹底で本当にロスが少なくなり効率が上がるのか工具探しを題材に試してみましょう。次のページで一番小さいスパナを探してください。なおこれがスパナです。この形と同じでかつ一番小さいのを探しましょう。それではスタートです。いかがでしたか？見つかりましたか？おそらくこの2つのうちどちらかを選んだと思います。どちらが正解でしょうか？それでは答えです。正解は左側にあったスパナでした。正解できましたか？もし間違って工具を取り出してしまったら、探す時間に加えてさらにロスが発生してしまいますね。あなたは探すのに何秒かかったでしょうか。今回の場合、平均すると10秒くらいの時間がかかっている方が多いと思います。では、スパナ探しの年間コストを計算してみましょう。計算の前提条件として、1日10回スパナを使用する、職場内で10名がスパナを使用する、1時間あたりの労務費2000円、年間200日の稼働日と仮定します。では、10秒間で計算してみてください。計算できましたか？正解は、このような計算式になり、11万円強となりました。では次に、整理整頓された状態では、どのくらい探す時間が短縮されるか、確認してみましょう。次のページで、先ほどと同じように、一番小さいスパナを探してみてください。では、探してみましょう。カウントを数えるまでもなく、もう見つかりましたよね。正解は、ここにあります。先ほどと比べていかがでしたか？おそらく1秒あれば探すことができたと思います。コストを計算すると、このように1万1000円強となりました。以上の計算から、整理整頓前後の差額を計算すると、10万円もの金額になりました。いかがですか？この金額は多いと思いますか？
大したことはないと思いますか？おそらく、ほとんどの方が意外と高い金額が発生していると感じたと思います。今回は一つの職場で10人と仮定してシミュレーションをしてみました。一つの職場での探すロスが10万円だとしても、これがもし10個の職場で発生しているとすると、100万円になります。それを10年間で計算すると、なんと1000万円ものコストが発生していることになります。たかが整理整頓といっても、バカにできないくらいのロスコストが発生してしまうことが分かったと思います。このように、整理整頓は、生産性向上、コスト低減に直結するのです。講義が終わったら、あなたの職場では、どんな探すロスコストが発生しているか、一度洗い出しをしてみましょう。最後に、第3章のまとめをします。第1問。ゴエス不足によりどんな無駄が発生するでしょうか。探す無駄、運搬・移動の無駄、出待ちの無駄、在庫の無駄、仕事自体の無駄、不良・ミスの無駄、聞く・聞かれる無駄などが発生します。第2問、ゴエスは生産性だけでなく何に密接に関係しているでしょうか。安全や品質にも密接に関係しています。災害や品質問題が少ない職場ではゴエスレベルが必ずと言っていいほど高い傾向があります。安全・品質の土台もゴエスであることを認識するようにしましょう。第3問、工具の整理整頓不足でどんなロスが発生するでしょうか。工具を探すロスが発生します。ロスコストは計算するとバカにならない金額になることを覚えておくようにしましょう。以上で、生産革新のためのゴエス基礎講座第3章ゴエスの効果についての講義を終わります。引き続き第4章整理 1S のポイントについての学習を進めていきましょう。改善ベースでは、改善活動に役立つたくさんの情報を随時配信しています。ウェブサイトでは限定動画が視聴できます。チャンネル登録をして、最新の動画配信情報をゲットしましょう。